3、幼いさんへの連絡は取れず、電話によって身代金が要求された。それに対する幼いさんの母の対応は至極妥当なものだった。まず自分の夫に連絡し、娘の誘拐が示唆されたことを伝え、それから警察に電話した。110番に電話がかけられるところを僕は初めて見た。僕が以前警察に電話をかけたときは、警察署の電話番号にかけたから。娘に迷惑をかけられたから捕まえたという電話がかかってきました。無事に返してほしければ500万円用意しろと。ええ、試しましたが娘とは連絡が取れません。そして僕を追い出した。追い出されるまでもなかった。娘が誘拐された家にどうして長居できるだろう。誘拐。確か誘拐というのは言葉巧みに誘い惑わすことだったはず。幼いさんが言葉で誘われるとは考えにくい。おそらくは暴力によるもの、略取だろう。そんなことはどうでもいいのだ。誘拐。幼いさんがどうして。まず頭に浮かんだのは、それが本当なのかという疑念。適当な嘘を並べ立て、幼い家から金を巻き上げる詐欺の類じゃないかと考えた。そうだとしたら、迷わず通報されている時点で、とても下手な詐欺ということになるのだけれど、幼いさんがさらわれたという事実が確認できない以上、疑問は持つべきだ。もちろん本当であってほしくないという思いもある。その一方で、仮に誘拐が本当であったとして、幼いさんは無事でいるのかという不安が胸をかすめている。身代金目的誘拐がしばしば悲劇的末路をたどることは誰でも知っている。いや、縁起でもない。そして、それらを圧倒して僕の心を占めていたのは、非現実感と不気味な恐れだった。幼いさん。マンションの3階からエレベーターに乗る。僕は自分の太ももをつねる。痛みは確かに感じたけれど、エレベーターの下降感のせいなのか、どうにも足元がおぼつかない。僕と幼いさんはこれまでいろいろなトラブルに接してきた。僕らが目指すところの小市民はトラブルなんか願い下げなので、それらはすべて巻き込まれたことになる。そしてそれらはほとんどすべて身に迫った危険を伴わない浮遊感のあるトラブルだった。僕たちは生まれ持った性格ゆえに厄介事の近くにいながら、注意深く本当の危険を避けてきた。それは二人ともそれぞれ苦渋をなめた中学時代の経験から学んだ護身術でもあっただろう。高校生活1年少々、僕たちはおおむね平穏だった。だけど、この件は小市民的じゃない。誘拐は平穏じゃない。健吾の残した藩のメモのような、解決されないならされないで全然構わない、のんきな事案でもなければ、僕と幼いさんとの間でシャルロットをめぐって繰り広げられたようなお遊戯でもない。そのリアルさがかえって僕から現実感を奪い取り、得体の知れない恐れを与えていた。そしてそれだけではなかった。大変残念なことに、幼いユキが誘拐されたと聞いて、僕小鳩と丈五郎が感じたのはそれだけではなかったのだ。エレベーターの中でコントロールパネルに手をつく。そして僕は吐き捨てた。なんてこった。僕はどこまで。疑念、不安、非現実感。なるほど、僕は確かにそれらを感じている。それは自然なことだ。しかし僕はそれらの奥底に不埒な衝動を感じていた。そのことは認めざるを得なかった。そんな衝動を持ってしまったことを恥じ、僕は個室の中でつぶやく。これは知恵試しの材料じゃない。幼いさんが現にさらわれてるんだぞ。
僕は高揚していたのだ。こんなことはめったにないと。知恵が回るのを鼻にかけ、誰よりも早く真相にたどり着けると自認している僕にとって、こんなおいしい材料は他にない。妙義は公的主あってこそ引き立つもの。才を試すにはそれにふさわしい舞台と題材が必要だ。長い間そうした機会に恵まれずにいたけれど、こんな素晴らしい次元に出会えるなら、これまでの退屈を帳消しにしてあまりある。誘拐万歳。要するにそんなふうに思っていた。そんなふうに思ってしまうから多くの人を傷つけ、不愉快にさせ、自らも責めを負ってきたというのに。だからこそ小市民を標榜し、法かむりをしていこうと決めたのに。それでもまだ僕はこんなことを思ってしまうのだ。エレベーターのドアが開く。そのままマンションを出ると、重々しい曇り空の下、腹が立つような熱気が僕を包む。ただ、幼いさんが危険であることに比べたら、ほんの些細なことではあるけれど、僕にとってせめてよかったのは、この件に僕は手出しのしようがないということだ。僕は小さな手がかりを記憶から取り出して、そこに意味を見出す術には長けているけれど、何の手がかりもないのでは話が始まらない。いや、正直に言えば、違和感を2、3覚えていないこともないのだけど、それを追求すれば、幼いさんが無事でいられるというものでもない。すでに警察が動いている。僕の小市民性をうんぬんするまでもなく、これは僕の出る幕ではないのだ。そう結論付けて、僕は初めて、心から幼いさんの無事を祈ることができた。幼いさん、とてもそうは見えない高校2年生、かけがえのない友人である幼いユキ。どうして彼女なのか、本当にさらわれてしまったのかさえわからないけれど、どうか無事でいてくれ。僕は何もできないけれど。せめてそうだね。君が楽しみにしていたリンゴ飴を買っておくよ。帰ってきた時に差し出せるよう。そう思い、自転車にまたがろうとしたその時、僕の携帯が震えた。メールの着信。差出人は幼いさん。飛びつくように携帯を開く。ボタンを連打してメールを開く。そこにあった文面に僕は目を見開いた。幼いさんからのメールにはこう書かれていたのだ。ごめんなさい。リンゴ飴4つとカヌレを1つ買ってきてください。ごめんなさい。幼いユキはグループの一人、北条智子の父親が所有していた普通乗用車で拉致された。北条は運転免許証を所有していなかったが、これまでもしばしば父親の車を持ち出し、無免許運転を繰り返していた。また、父親もそれを知りながら黙認していたと思われる。車は5人乗りで、運転席に北条が座り、後部座席に3人が座った。幼いはその中央に座らされ、左右から小づかれ、また恫喝を受けた。当日の幼いの服装は、紺のフレアスカートに白いボタンダウンシャツ。カバンなどの手持ち品は持ち歩いていなかった。拉致グループは幼いに対し強い敵意を示したが、移動中はあまり激しい行動に出ることはなかった。伊沢は幼いの殺害を示唆する発言を繰り返したが、これは一般的な悪行雑言の類であって、この一時をもって伊沢には殺意があったと考えることはできないだろう。幼いは目立った抵抗もせず、ただじっとうつむいていた。伊沢らが激しい言葉をかけると、違います、いや、ごめんなさい、などの短い返事はするが、自ら口を開くことはなかった。また、社内で伊沢は、今回の計画に参加しなかった川又早苗について強い不満を示した。車による連れ回しは20分に及んだ。4. メールを受け取って僕は、ほとんど間髪を入れず、幼いさんに電話をかけた。
息を止めて応答を待つ。しかし聞こえてきたメッセージは無情にも幼いさんの携帯の電源が入っていないことを伝えてきた。ということはつまり幼いさんはこのメールを送った直後に電源を切ったことになる。もちろん電波の届かないところに入った可能性もある。そして電源を切ったのではなく誰かに切られたのだという可能性も。ホールドボタンを押し呼び出しを打ち切る。改めてメールの中身を検討する。幼いさんはこのメールで何を伝えようとしたのか。リンゴ飴とカヌレを買ってきて欲しかったのか。いやもちろん違う。リンゴ飴ならこれから買いに行く約束をしているし、それを保護にするというならどこに来てほしいのか書いてないといけない。それにカヌレなんて名前には覚えがない。多分甘いものの名前なんだろうけれど、僕が甘いものに詳しくないのを知っていてそんな名前を出すこと自体何か狙いがあることを示唆している。お使いの御用でないなら何のメールだったのか。僕はつぶやいた。 SOS だ。余人にはこれはお使いを頼むメールにしか見えないが、僕にはそうでないとわかる。言い換えよう。誘拐されている幼いさんがこのメールを誘拐犯の目を盗んで送信したとする。犯人が後でこのメールに気づいても助けを呼ぶものには見えないが、僕にはわかるのだ。さっきまでのエレベーターの中での反問は吹き飛んだ。小市民的であるとかないとかではない。これを解釈すれば幼いさんを助けられるのならどうして迷うことがあるだろう。僕は考えた。ほんの 2,3 秒ほど。これが救援要請だとして僕はどうすべきか。具体的にはこれを警察に渡して捜査を待つべきだろうか。いやそれは正解とは思えない。警察が誘拐事件に際してどのような行動を取るのか僕は知らない。このメールを重視して僕の話を聞いてくれればいいが、そうでなければ時間を浪費してしまう。正解はこのメールをもとに幼いさんを発見した上で警察を呼ぶことだ。もちろん誘拐犯が全く見張りを置いていなければそのまま助け出すこともできるが、そんなことは期待するべきじゃないだろう。では今すぐそれに取り掛かるべきか。それも正解ではない。相手は一人とは限らない。不慮の事態が発生しミイラ取りがミイラになるようなことがあっては幼いさんの身に危険が及ぶ。いざという時に助けを呼ぶためもう一人絶対に必要だ。その一人は誰であるべきか考えるまでもない。平穏な学校生活を送っている僕には友人は多いけれど、こんなバカな話を持ち込めるのはあの男以外にいない。もちろん不本意だ。不本意ではあるけれど背に腹は変えられない。携帯を操る。悠長にメールを打っている場合じゃない。電話をかけることにする。コール先は堅固。連絡先を記録しておいてよかった。堂島堅固はありがたいことにすぐ出てくれた。なんだ。あ、堅固。用がなければすぐ来てほしいんだけど。用はあるぞ。用があってもすぐ来てほしいんだけど。もともと不機嫌だった声があからさまに鼻じらんだ。ふざけるな。いきなり声では気も悪くするだろう。昨日健吾がやったことだけど。しかし今は無縁な言い回しをしている場合ではない。単刀直入に言う。幼いさんが誘拐された。犯人から身代金の要求があった。その後で幼いさんからメールが来た。監禁現場を見つけて警察を呼ぶ。僕一人じゃ危ない。頼むから手を貸してくれ。は？何言ってんだこいつは、というような呆れ返った声。ごもっともな反応だけど。冗談とかじゃない、本当なんだ。幼いさんのお母さんが脅迫電話を取った。警察が幼いさんの家に向かっている。
でも幼いさんからのメールを解読できるのは僕だけだ。だけど一人で動くわけにはいかない。危なすぎるんだ。わずかな沈黙。帰ってきた言葉からは不機嫌の色が消えていた。ひどく平坦に、お前他に頼れるやつはいないのか。僕は小市民的であろうとした。そしてそうしている間に得られた友人たちとはやはりそれなりの関係しか結べない。僕が狐であることを知っている剣豪だけが狐である僕が真を置くに値する。そのことの皮肉に笑う気もしないまま僕は即答した。いない。剣豪もすぐに答えた。わかった。どこに行けばいい。僕の家。一旦戻らないといけない。10分で行く。無理はしなくていい。僕の方がどんなに急いでも15分はかかる。携帯を閉じサドルにまたがる。マンションの敷地から出るのと入れ違いに冴えないライト板が入ってきた。すれ違いざま板に人員が満載されているのが見えた。時間を計っていた。15分ぐらいは間違いなくかかると思っていたけれど、全速力の甲斐があって僕はおよそ10分ほどで家まで帰ってこられた。健吾はまだ来ていないようだ。古い家をリフォームした一戸建て。それが僕の家だ。改築した2階にある自室に飛び込んで地図を持ち出す。ただの地図ではない。幼いスイーツセレクション夏だ。玄関に地図を広げる。キラシ前景の地図に赤い点があちこちに散りばめられている。幼いさんが調べ上げたおすすめの店だ。ちょうど健吾が到着した。健吾はくたびれたデニムパンツに部屋着っぽいポロシャツを引っ掛けて現れた。急いで来てくれたものと思うけど息の一つも切らしていない。まだ動機の収まらない僕とは鍛え方が違う。来たぞ、上五郎。恩に着る。短く礼を言って地図を指さす。手っ取り早く言うと、この地図は僕と幼いさんしか持っていない。この町で甘いものを売る店を網羅した幼いさん特製のマップだ。そして幼いさんから送られてきたメールがこれ、と携帯のモニターを見せる。ごめんなさい。リンゴ飴4つとカヌレを1つ買ってきてください。ごめんなさい。ケンゴにはお使いメールにしか見えないだろうと思ったけれど、意外なことに文面を読んだケンゴはすぐに言った。カヌレを1つだと？ 1 つじゃおかしいの？俺の知ってるカヌレはスコーンみたいな小さな菓子だ。1つだけで買うかな。どうして健吾がそんなお菓子の名前を知っているのかがわからない。なんだか常識で健吾に負けたようで悔しい気もするけど、悔しがるのは後にする。なるほど。じゃあますますこれはお使い依頼じゃない。健吾を見てくれ。リンゴ飴を売る店はここにある。僕は地図にランキング表を重ねた。リンゴ飴を売るのは村松屋、山屋通りの店だ。そしてカヌレがリストアップされている店は、カヌレは幼いさんのセレクトしたトップ10にはランクインしていないが、ランク外のもきっちり記述してある。カヌレが美味しい店として挙げられているのはレモンシードだ。ケンゴ、レモンシードを探してくれ。ケンゴは何も言わず地図に向き合ってくれた。幼いさんがリストアップした店はこの町のあちこちに散らばっている。町外れの住宅街の中にある喫茶店までマークしてある。その数は30ほどなく。健吾が指を地図の上に置いた。あった、ここだ。村松屋から南西方向、結構離れた場所にレモンシードはあった。これで店の位置は判明した。あとは世話はない。僕は小さく笑った。前に幼いさんに謎かけをされたんだ。ひどく簡単なやつをね。2軒の店の名前を並べて、その間の店に来てくれと言う。簡単さ、
その2軒の中間店の店を指定していたんだ。幼いさんはそのことを覚えていたんだ。なるほど、だがな。健吾はすぐに指を当て、村松屋とレモンシードのおおよその中間点を示した。その方法だとこの辺りにならないか？その2軒の中間点は大型ショッピングセンターだった。とびきり人通りの多いところだ。とても人を監禁するのに適した場所とは思えない。なるほど。ちょっと道具を取ってくる。階段を駆け上り、自分の部屋から物差しとボールペンを持ってくる。2軒の間に線を引く。道を何本もまたぎ、線路まで横切る長い線だ。そして測るまでもなく、確かにその2軒の中間点はショッピングセンターだった。ここなのか？いや、違うだろうね。ならどこだ？この直線上のどこかと言われても手が出んぞ。僕は唇を噛んだ。考え違いだったろうか。あるいは幼いさんは自分は村松屋とレモンシードの近くを通って別の場所に連れ去られたと言いたかったのだろうか。確かに犯人の移動ルートが分かれば警察の役には立つだろう。そうなのだろうか。再度携帯に幼いさんからのメールを表示させる。リンゴ飴が4つにカヌレが1つ。これが村松屋とレモンシードを示唆していることは間違いない。いや、このメールに含まれた情報はそれだけではない。カヌレは1つでは買わない。そう言ったね。俺ならだ。断言する自信はないが。いずれにせよ、わざわざ個数を打ち込んであるのには何かある。歌詞の名前だけが重要なら、何も個数まで指示する必要はなかったはずだ。入り組んだ謎ではないはずだ。このメールが幼いさんからの SOS なら、幼いさんは僕がすぐにでも解読できるように考えたはず。 SOS は発信したけれど、読み取るのに時間がかかって間に合いませんでした。では話にならない。リンゴ飴4つにカヌレ1つ。数字にも意味があるとしたら、試してみるか。僕は物差しを当て、2軒をつなぐ直線を5等分した。4対1、村松屋から4、レモンシードから1。ここら辺か。その地点を指さすが、どうやらこの方法でもなかったらしい。僕が指さした場所には、市営南部体育館と書かれていた。古営の体育館じゃ。が、健吾の顔色が変わった。いや、ジョーゴロ、お前知らないのか？何を？南部体育館は建て替えられるんだ。今はもう立ち入り禁止になって、解体を待つだけになってる。なるほど。誘拐犯がアジトに使えそうな場所なのかな。ああ、そうだな。顎を撫で、健吾は少し考え込んだ。どでかい廃屋だからな。柄の悪い連中がうろうろしてるって話は聞いたことがある。そういう意味では完全に人目がないわけじゃない。だが付属の建物も結構多い。ベストじゃないだろうが、市街地で探すならベターな場所だとは思う。かける価値はあると言ったところか。僕は立ち上がった。地図を畳み、靴を履きつつ、どれぐらいで着くかな。20分。よし、行こう。家を飛び出す。念のためもう一度幼いさんの携帯を呼び出してみる。やはり電源が切られたままだった。全く尋常じゃなかった。お笑い草と言ってもいい。風はそよとも吹かず、今にも降り出しそうな重く厚い雲の下、温暖化の呪いをぶちまけたかのような気持ちの悪い熱気の中、僕は誘拐された女の子を救出しようと走ったのだった。移動ツールは自転車。部屋着のまま飛び出したごつい男を引き連れて、必死になってペダルを踏み込む僕の姿はおそらくとても滑稽だったろう。どうせお姫様を助けに行こうというなら、もう少しスタイリッシュでもいいようなものだけど。
僕と健吾は住宅街を飛び出して、長い長い赤信号をはがみしながら待ってバイパスを渡り、頂上で飛び上がりそうな勢いでアーチ型の跨線橋を越えた。歩行者の皆様に大変申し訳のない恐怖感を与えながら、時に歩道を走り、逆にすぐ横を走り抜けるトラックに自分たちの肝を冷やしながら車道を走った。自転車にはギア比の問題があるので、気張れば気張るほど速く走れるというものでもない。気は焦らないでもないけれど、速度に限界がある分、バテることもなかった。ただ、不快指数の高い暑さだけは我慢ならなかった。腕といい、首といい、足といい、じっとりと濡れたけれど、それが自分の汗なのか、空気中の湿気がまとわりついたものなのか、判然としない。最初のうち僕が先行したけれど、市街地に入るあたりから健吾に先に行ってもらった。南部体育館の存在は知っているけれど、具体的な道順となると自信が持てない。その点健吾はこの町の道をとてもよく知っているようだった。村松屋とレモンシードの中間点にあたるショッピングセンターの脇を走り抜ける。直線距離ではかなり近くまで来ているはずだ。行く手の信号が変わる。ブレーキを思い切り握り込んで乗っていたスピードを殺す。ここまでほとんどずっと全速力。息が切れてきた。一方、健吾は疲れた素振りも見せないが、さすがに額に汗のテカリが浮かんでいる。信号を睨んだまま、健吾は不機嫌な声で言った。確か去年もこんなことがあったな。何のこと？幼いが危ないと聞かされて全力で駆けつけた。ああ、タルト事件のことか。ん？何事件だって？あ、いや、こっちの不調。あの一件のことを幼いさんは春季限定いちごタルト事件と呼んで譲らない。僕はそこに触れるときは自転車の件とシンプルに呼んでいたけれど、だんだん押されてタルト事件ということが多くなった。もっともそれほど頻繁にあの件のことが話題に上るわけではなかったけれど、信号はまだ変わらない。片側一車線の細い道のくせにショッピングセンターが近いからか交通量は多く、青を待たなければとても渡れそうにない。あの時も迷惑をかけたね。ろくな埋め合わせもせず悪かったと思ってるよ。そんなことはどうでもいいがな。幼いってのは、いや、言葉を濁すが言いたいことは大体わかった。幼いユキはいつもこうなのかとでも言いたいのだろう。そしてそれを飲み込んだ理由も大体わかる。タルト事件の場合はともかく、今回の件は幼いさんは純然たる被害者だ。何も幼いさんが狼だからさらわれたわけじゃない。とにかく今は幼いさんを見つけることだ。もし話したいことがあるならその後に聞くよ。信号待ち以外にすることがないとはいえ、今はどんな短いおしゃべりでもする気にはなれない。腕時計を見る。家を出てからもうすぐ20分。幼い宅に身代金を要求する電話が入ってからおおよそ50分。幼いユキの身代金は500万。払えば幼いさんが絶対無傷で戻ってくるなら、決めるのは幼い家だろうけれど、500万。上五郎、声をかけられはっと顔を上げる。信号が青になっている。ペダルを踏み込むと信号の変わり目で突っ込んできたとおぼしき右折車が僕の自転車の鼻先をかすめていった。単独事故れバカ野郎。短く悪態をつくと、あとは健吾について走るだけ。南部体育館は前面に広い駐車場を備えた結構大規模な体育施設だった。体育館だけでなく、裏手にはテニスコート、ハンドボールコート、球技場が敷設されている。看板を読んで今知ったことだけど、
老朽化によって建て替えしなければなくなったとのことだけど、駐車場越しに見る体育館は確かに風格というか老朽化というか寂れた雰囲気を漂わせていた。使用停止になってからどれぐらい経っているのだろう。健吾はどでかい廃屋と表現したけれど、確かにそういう雰囲気は感じられた。例えば遠目にも薄汚れたガラス戸や無造作に枝を伸ばした植え込みなんかに、そして敷地の入り口にはオレンジ色の柵が立てられていた。柵の隙間から入れないことはないだろうけれど、自転車を置いていかなければならない。目立ちすぎるだろう。どこか裏から入れるところはないかな。裏口はあるが、もっといい方法がある。健吾の案内で一旦体育館から離れる。側面に回り込むように移動し、細かい路地を抜けると小さな公園があった。僕の胸までほどの高さの柵で、隣り合った体育館との間が仕切られている。なるほど。健吾に来てもらってよかった。像をかたどった滑り台の陰に自転車を置くと、僕と健吾は柵を乗り越えた。情報隊の体育館の後部の角に近い場所に出たようだ。灰色に汚れた壁に錆の浮いた大きな鉄皮がついている。健吾、あの扉は資材搬入用だろう。多分ステージの裏につながってる。開くかな。試せばいいだろう。それよりあれを見ろ。声を低くすると、健吾は何か倉庫のような建物を指さした。いや、健吾が指したのは建物の陰から鼻先だけを出している車だった。周囲を警戒しながら小走りに車に近づく。車はライトバンだった。ついこの間洗車したような汚れのないクリーム色のライトバン。汚れていないということは、この車がここに捨てられているわけではないということを示している。誰かが乗りつけたんだ。裏口は閉鎖されてなかったのか。そこまでは知らんけれど、閉鎖が例えばポールの間にビニールワイヤーやチェーンを貼るぐらいのものであれば、乗り込む気でいる者にとっては大した障害にならない。表の閉鎖だってそれほど厳重なものでなかったことを思えば、車一台入り込む隙があってもおかしくない。ウィンドウから中を覗く。ドアを開けてみようとして、思いついてハンカチを取り出し手に巻いた。が、ドアは開かなかった。後部座席の中央に何か包み紙が落ちているのが見えた。あれは、どうした、ジョー五郎。僕はその包み紙を指さして、はっきり見えないけど、ロリポップの包み紙に見える。ロリポップ?カヌレを知っていて、なぜロリポップを知らない。棒付きのキャンディーだよ。幼いさんがたまに舐めるんだよね。健吾は眉を寄せた。飴をやるからついてこい、と誘われたんじゃないだろうな。僕の脳裏に一瞬、知らないおじさんにロリポップを差し出される幼いさんが浮かんだ。お嬢ちゃん、おいで、キャンディーをあげる。幼いさんはもちろん断っただろう。いらない、持ってるもん。じゃあ、キャドバリーのチョコレートもあげるから。わーい、じゃあ行く。この緊急時にくだらない冗談はやめてもらいたいね。決まりが悪そうに健吾は頭をかいた。すまん。で、決まりか。まだわからないけど。前部座席も見てみる。運転席には特に変わったところはない。内装はオーディオにナビ付きで、なかなか立派なものだ。健吾は携帯を取り出して車のナンバーを撮影した。僕の携帯もそろそろカメラ機能付きのものに変えた方がいいだろうか。助手席は雑然としていた。コンビニの袋の中に空きペットボトルやガムの包み紙などを詰め込んでシートの上に放り出してあった。それから白い握り拳ぐらいのサイズの
トランシーバーのようなもの。トランシーバー？あまり見かけない道具だけど、それにアンテナが見つからない。もしかしたらあれかなと思い当たるものはあるけれど、断定できない。ケンゴ、あれ、トランシーバーかな？ん？携帯をいじっていたケンゴが寄ってくる。僕が刺したものを見て、違うような気がするが。なら何に見える？前に似たものを見たことがある。はっきりと言えないが、と前置きし、ケンゴは僕に向き直った。ボイスチェンジャー。僕もそう思う。ところでケンゴには言ってないが、幼い家にかかってきた電話の声は機械を通して変えられていた。さて、幼いさんからのメールが示唆した場所に、閉鎖された敷地に乗り付けられた車。その中に幼いさんが時々舐めるロリポップの包み紙らしきものと、ボイスチェンジャーじゃないかと思える機械。ケンゴが言った。通報するか？材料は揃っているような気もするが、まだ状況証拠の息を出ていない。まず幼いさんを確認しよう。念には念をだ。うなずいて歩き出すケンゴに声をかける。それから、助手席が空いていて後部座席に幼いさんが乗っていたんだとすると、犯人は複数だろう。最低2人、多分3人だ。気をつけていこう。息を殺し、とりあえず体育館本体から調べることにする。背を伝う汗は、この日の暑さのためばかりではなかったと思う。伊沢たちのグループは以前から使用していた場所に幼いユキを連れ込むと、その場にあったパイプ椅子に幼いの両腕を縛り付けた。監禁場所には拉致に直接関与しなかった人物が2名待機しており、幼いを囲む人数は5人となった。5人とも女性だったが、全員が幼いの拉致監禁に賛成しているわけではなさそうだった。現場に待機していた2人のうち1人はあからさまに幼いに同情を示し、幼いを縛ることにも消極的に反対を表明した。しかし、伊沢が現場に姿を現さない川俣を再び罵倒し、何人かが声を荒げてそれに賛成すると、その一人も身の危険を冒してまで幼いをかばおうとはしなかった。グループはまず過去に発生したトラブルについて、幼いが関与していたか詰問した。幼いは弦を左右にしつつ、基本的には否定したが、これはあらかじめ有罪と決まった裁判のようなものだった。否定の言葉は嘘として伊沢たちを激高させたが、かといって肯定すればその場で死刑にかけられることは明白だった。幼いは次第に言葉を少なくし、声も小さくなっていった。伊沢は煮え切らない幼いの態度に業を煮やし、肩と頬をこづいた。幼いは強硬状態になり、自分の関与を強く否定した。続いて伊沢は幼いの下腹部を殴りつけた。幼いは一時的に呼吸困難に陥り、しばらくは問いかけの言葉にも首を横に振るだけだった。そのまま暴行が続けば、激しやすい伊沢がどこまで行動をエスカレートさせるかわからなかった。拉致監禁に賛成したメンバーも基本的には重度の暴行までは了解しておらず、かといって止めれば伊沢の矛先が自分に向く可能性もあった。現場の緊張感は次第に高まっていった。その状況で北条が邪気を入れれば素直になるのではと提案し、伊沢もそれを受け入れた。タバコの火を利用し相手に火傷を負わせる行為は被害者に一生消えない傷跡を残すが、重篤な結果を引き起こすことはない。グループの他のメンバーも北条の提案に賛成した。伊沢がタバコを取り出し、北条がそれに火をつけた。火のついたタバコを幼いの眼球のすぐそばに持っていき、脅迫を加えた後、
伊沢はその火を幼いのどこに押し当てるか検討した。